皆ささあんこんにちは群馬人必見40代50代青春の飲食店「ゆうからにやってきました懐かしいななんで「ゆうか,らか「ゆうからってどういう言葉なんでで調べるとここはね多分アイヌのおじさんがやってた食堂なんだなゆうからはアイヌ語「アイヌは字を持たね」 たたせしましま炒めです、ね、大盛りの大盛りのご飯っていうかね半ライスにしねえとねあの茶碗に一っこう山盛りにぎゅう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 詰めてるおじさんのね姿がね思い出すな唐揚げもなからでっけんだ唐揚げか俺唐揚げより俺鶏とうがらし炒めが好きでねで余るとパックがあって 入ったところの左側にこうパックがあるんだよもうちょうどちょうどこんなパックだこんなこれは卵のパックだけどねこういうパックに入れてこう持ち帰って次の日の朝食べてでまたここ来るんが4時ぐらいなんで朝起きるとなーから胃がもたれててねいやーでもこの通り唐辛子炒め食いてえな、ね、で注文が前後するんだよなまとめて作るから23人前 いやね、おう、俺、後来たんに先に来たで、って、ね。で、よく、これとね、こういうのを連れて行くと、なんだ、先に来られると、食い終わる待ってなきゃいけねえんだいな。食い終わるわけねえからな、あのご飯を。あのご飯を、こっちの人は、ね、食いきんねえから。いや、懐かしい。俺の青春、というか、まあ、 これはみんなの青春じゃねえか、群馬人の。ね、群馬人必見のこれは俺は動画だと思うんだけど。ああ、内藤さんに聞きゃよかったな。でも、あの人はこっちのね、えー、大学出てねえから、こっちの大学出てんだったら、ここ北たんってうのをね、聞いてみたかったな。以上。